ところでもうすぐだね。文化祭さ、そういえばっていいのかい君。いや、僕に付き合ってバイトばっかで準備とか手伝わなくてさ。本当かい？よかった。そっか。そんなことないよ。うん、たださ、ちょっと羨ましいなってさ。みんながだよ。うん。だって文化祭とはよく言ったもんでさ、本当にお祭りっぽいじゃないか。すっごく楽しそうでウキウキしてさ。でも僕には関係ないんだよ。それがちょっとね。しつこいようだけどさ、君は本当に平気なのかい？僕の手伝いばっかで、本当はみんなと一緒に楽しみたいんじゃ。そうなんだ。ありがとね。ううん、違うさ、そういうことじゃないんだ。内緒内緒、教えてあげないよ。いや、どうせ僕はケチだよ。
めんごめん。それよりもう着くよ。今日も頑張ろうね。さあ、準備はいいかい？カレーちょうだい。はい。カレーお待たせ。もうすっかりベテランの貫禄だね。おじちゃんが帰ってきたらお払い箱だよ、僕。いらっしゃいませ。カレーください。はい。切れちゃったから早じまいだけどね。ごちそうしたいところなんだけど、ご飯なしじゃね。うん、でもそれじゃあ悪いな。手伝ってもらったのに何もなしなんて。え、何？いいけど、どこに？しかし驚いたな。いや、寄りたいところが学校だったなんてさ。さすがに誰もいなかったね。そんなことより嬉しいよ、僕。いや、さっきの話、バイト行く途中のこと気にしてくれたんだろ。隠さなくてもいいよ。だって君っていつもそうじゃないか。僕のこと気遣ってくれてさ。いいっていいって。それよりさ、こないだのこと思い出しちゃうね。ほら、修学旅行の時の話さ。ちょうどこんな感じで旅館の廊下歩いてたらさ、そうそう、こらーなんてやってきてさ、どこに隠れよっか。
言えてる言えてる。だって何から何まで知ってそうだもんね。来たら笑っちゃうね。ほら、そこにおるのは誰じゃ。データとは何じゃ。人を幽霊みたいに抜かしおって。準備は8時までと決めておるじゃろ。はあ、すいません校長先生、知らなかったんです僕たち。なんじゃ、あかねえ、お前でやったのか。おう、それにお前は？ああ、そうじゃ、そうじゃ。知らなかったのなら仕方はないが。で、こんなに遅くに何をしておったんじゃ。悪いのはみんな僕なんです。いいから君は黙ってて。ああ、何やら曰くがありそうじゃの。話してみなさい。一文字あかね。はい。実は今日僕がバイトに行く前に文化祭の準備が楽しそうだって言ったもんだから、僕のこと元気づけようと思ってここに。ああ、一応決められた下校時間を破った者は文化祭当日自宅謹慎ということになっておる。いや、そんな、僕はいいけど、この人はそれじゃあんまり。なっておる、が。杓子定規に罰を与えるようなことはせん。一応歯止めになればということじゃ。先生、ありがとう。それにじゃお前の場合は事情も事情じゃしの。おいおい、そんなに他人行儀にせんでいい。今日は気にせんでいつも通りでいいわい。あやつから相変わらず何の頼りもなしか。相変わらずのようじゃし、お前も苦労が絶えんの。うん、でも大丈夫、慣れてるし。それに支えてくれる友もあるしかの。うん、そうだよ。だから僕平気だよ。
これでこそ一文字の血を引くものじゃ。これも人生の修行だと心得て精進するのじゃ。うん、分かってるよ、和美おじちゃん。ああ、今日はもう遅い。帰りなさい。お前もまっすぐ帰るのじゃぞ。ああ、では、さらばじゃ。君か、探しに来てくれたんだね。ありがとう。ちょっと遅くなったけど、これからバイトに行くよ。毎日すまないね。じゃあ行こっか。あ、なんだい？あ、いや、そんなんじゃないんだ。気にしないでよ、平気だからさ。出すよ。今日もよろしくね。いらっしゃいませ。カレーください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ごちそうさまで。日替わり定食ちょうだい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カツ丼お待たせください。ラーメンを頼む。ラーメンを頼む。ラーメンお待たせ。ありがとうございました。ラーメンお待たせ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カレーください。ラーメンお待たせ。ありがとうございました。
お疲れ様。今日もありがとうね。うん？どうしたの？話し相手？うん、そうかもしれないね。うん、ありがとう。でも、せっかくだからさ。場所変えないかい？ここから見上げる星空って最高だろ？ここってさ、父さんとよく来たんだ。うん、そのことを話すよ。ちょっと長くなるけど、いいかい？実はね、うちの両親って行方不明なんだよ。知ってたかな？だよね。別に夜逃げしたとかそういうわけじゃないんだ。なんていうか、その…修行の旅に出てるんだ。うん、武道家なんだよ、父さんは。すっごく強いんだよ、父さんは。道場破りや他流試合なんかしょっちゅうだったんだけど、一度も負けたことないし。あと、ライオンとかゴリラに勝ったこともあるって。うん、そうさ。あ、でもごめん、そんな父さんも二度だけ負けたことがあるんだって。そうじゃないんだ、ルリはこの町の人さ。
く知っている人だよ。昨日も会ったじゃないか。そうだよ、かずみおじちゃんだよ。仰いでいたから、小さい頃からカズミおじちゃんよく家に来ていて、それでよく知っているんだよ。それに死っていうのはもう一つ意味もあるんだよ。の卒業生なんだよ。そうだよ、母さんもね、父さんの2年後輩なんだ。それにお兄ちゃんも。うん、最高だ最高だ。ごめん、ちょっと話がそれちゃったね。あ、どこまで話したっけ。あ、うん、それそれでね、何年も家を空けてて、母さんも一緒なんだ。うん、出ていく時の置き手紙の他は何も。血を極めるまでは戻らない。あとはお兄ちゃんと二人で生きていけって、それが修行だって。僕もそう思うことにしてるんだ。僕は捨てられたわけじゃない。きっと何か深い意味があるんだってね。ありがとう、君優しいよね。でも父さんがどこかで見守ってくれてる気がするんだ。それで今日実はね、父さんに似た人を見たって、かずみおじさんが。そばにいた。それでいても立ってもいられなくなって。ううん、見当たらなかったんだ。
いつかは必ずまたみんなで一緒に住めるって信じてるし、それに時は僕、世界一の格闘家の娘だよ。かっこいいじゃないか。ありがとうね。話を聞いてくれてさ、気が楽になったよ。一日頑張るぞ。はぁ、いけない。もうこんな時間だよ。今日はお兄ちゃん家でご飯待ってるんだった。んー、じゃあごめん、ここで。今日は買い出ししてから行かなくっちゃ。今朝寝坊しちゃったしさ。うん、付き合ってくれるよね。おばちゃん、こないだの大根なんか味ぼけてたんだよ。だからね、ね。ああ、わかったよ。あかねちゃんにはかなわないね。はい、おまけ。それで、その後、大将の具合はどうなの？おう、来週には復帰できるって、電話でおばちゃんが言ってたよ。そうかい。じゃあ、週末にでも見舞いに行かなくっちゃな。前にも言ったじゃない、そんなに気使うくらいならもっと勉強してくれよ。忙しいんだし。ほんと、かなわねえな。兄さん、これは尻に敷かれるぜ。だから、そんなんじゃないってば。お、こないだと違ってあんまりムキにならないね。さては。おじさん、僕を怒らせたいわけ？あ、いや、その、そういうわけじゃなくて。
ならいいけど。お金ここ置いとくね。はい、バイダリー。あのおじさんには参っちゃうよ。僕はいいけど、あんな言い方したら君に失礼だよ、まったく。ねえ。ねえ。ついちゃった。ああ、独り言独り言。さ、今日も頑張ろうね。さ、準備 OK だよ。のれん出そっか。さあ、回転だ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ラーメンください。カツ丼ください。日替わり定食ください。ラーメンください。ないらっしゃいませ。ラーメンお待たせ。カレーを頼む。カツ丼ちょうだい。はあ、いいよそんなの。座って待っててよ。
じゃなくて。なんと感激してるんだ僕。ジロジロ見ないで、恥ずかしいじゃない。お待たせ。うん、そうだよ。さ、召し上がれ。どうしたの？味付けでも変だった？
の僕は。帰ってお兄ちゃんと一緒に食べるから。ん？なんだい？世の中のために。何ニヤニヤしてるんだい？いや、男の子とキッチンに立つなんて初めてだからさ、楽しいもんだなって。まさか父さんと一緒で男子厨房になんたらってやつさ。それに大きいのが横に立ってちゃ邪魔くさくってしょうがないよ。ちょっとね大げさだったかな。今日も綺麗に食べてくれたね。じゃあ片付けてから帰るから先に上がってて。うん、お疲れ様。今日もありがとね。バイバイ。
あら、いらっしゃい、お二人さん。あら、なかなか殊勝な心がけね。でも、下手に出ても何もご褒美は出ないわよ。もう、ことこ。冗談よ、冗談。真に受けてむくれないでよ、光。からかいがいのあるこの男がいけないのよ。別に君は悪くないからね。コトコが悪いんだからね。はいはい、ごちそうさま。光、説明してあげなさいよ。え？何言ってるのよ、もう。まあいいわ、ゆっくりしてってよ。まあ、こういうのは言わぬが花っていうわね。そうでしょ？そうよ。他に誰がいるの？ほら、やっぱり説明してあげないと、光。コトコ、もういいってば、その話は。はいはい、ま、そういうわけよ。お前、今天皇部で大変なことが起こってるんだよ。早く来てくれよ。伊集院さんと赤井さんの喧嘩を止められるのはお前くらいしか考えられないんだよ。お前だったら二人の間に割って入れるだろ。だから止めてやってくれよ。そんなこと簡単だろ。もしかしてまだ分かっていないのか、お前は。まあお前らしいといえばそうなんだが。ともかくそんなこと言ってる暇はないんだ。早く伝道部に行かないと大変なことになるぞ。そうしてくれ。
いい邪魔なのだ。おるな。いいさえずり声なのだ。何言ってる。誰誰ってば。こんなことしてただで済むと思って。不法侵入者を捕獲しただけなのだ。何も咎められる筋合いはないのだ。なんだその不不法なんとかってのは。表の張り紙をよく見るのだ。貴様では読めないかと思ってわざわざ絵入りにしてあるのだ。てめえあんなふざけたもん。とにかく出せ。もう二度と悪さをしないというなら出してやらないこともないが。お、貴様いいところに現れたな。おいお前、なんとか言ってやれよ、この猿に。今度はどっちの味方をする気だ。やりすぎ？餌などやっておらんぞ。そうだそうだ、餌なんかもらってねえぞ。わかっているのだ。分かっているけど、どうしていいか分からないのだ。つい、こうなってしまうのだ。でも、もう一つ分かっているのだ。一番分かってないのは、貴様なのだ。おい君たち聞いてっか。ちょっとあたしはどうなるんだよ。出せ出せ。
何しに来たのだ？それはご苦労なことなのだ。何がなのだ？どうせ目が悪いのだ。この世に犯罪がなくならないのも、株価が低迷しているのも、みんな目が悪いのだ。いじけてなんかいないのだ。別に、メイは人からどう思われようが気にしたりしないのだ。メイには全てがあるのだ。少なくとも、そう思って、思い込んで生きてきたのだ。でも、違ったようなのだ。メイにだって、思い通りにならないことがあると思い知らされたのだ。教えてほしいのだ。メイは、今なぜこんなに惨めな気分なのだ？メイはおかしくなったのか？されるのだ。本当はメイだった。本当はメイだって分かってたんだ。どうにもならないことがある。でもそれだけは認められなかったのだ。そんなこと認めたら、メイはメイでなくなるのだ。異獣院家に生まれたことが無意味になってしまうのだ。
それは奴に対しても同じなのか。それは良いのだが、これよりフォークダンスを始める。各自準備しておくように。今一番近くにいる者同士ペアを組んでキャンプファイヤーに集合すること。以上。やれやれ、また校長の思いつきなのだ。貴様、言ってよいぞ。メイはまだこのゲームをグレードアップさせるのだ。ゲームに完成という言葉はないのだ。貴様、リードベタなのだ。たまには怒ってみせるのだ。そうすればメイだって愛想が尽きるのだ。どうせ聞こえないと思って言ったのだ。新しくいいゲームが
があったらまた仕入れるし、それに。マーヤがそろそろ学友の格上げ試験をすると言っているのだ。貴様もいつまでも幼稚園じゃ恥ずかしいであろう。そんなことは関係ないのだ。時間はどうあれ、メイを待たせるのが不届きなのだ。まあいいのだ、時間がもったいない、行くのだ。
うむ、当然決まっておるのだ。何なのだ、不服なのか。だったら何なのだ。パソコンのパーツに決まっているのだ。ここで他に何が変わるというのだ。不服なのか。どういうことなのだ。メイの洋服は全てお抱えのデザイナーが作るのだ。それに小物など興味ないのだ。メイは買い物などめったに来ないのだ。必要がないから。だからたまにはと思ったのだ。いいのだ、どうせメイは普通ではないのだ。それは誰もが知っているのだ。貴様もやっぱり普通の方が好きなのか。一緒に買い物したかっただけなのだ。何神妙な顔しておるのだ。貴様、もしかして引っかかったのか。やはりそうか。メイはちょっと塩らしいふりをしただけなのだ。見事に引っかかって面白いのだ。買い上げるのだ。
う？あ、はい、今金額を。細かい数字はいいのだ。これで払うのだ。え、すいません、うちはカードはちょっと。貴様じゃ拉致があかんか。店長を呼ぶのだ。店長？そうなのだ、早くするのだ。あ、はい、ですが。どうかしたか？あ、店長、こちらの方が。そんな内輪って。これはそうか、やはり店長ともなると分かるようだな、このカードの意味が。はい、失礼のだがお許しを。ほら、お前も謝れ。え、謝るって一体何なんですか？バカ者、これはうちの親会社の親会社の、そのまたずーっと親会社の永住院一族様専用ファミリー VIP ダイヤモンドカードだ。え、そんなものがこの世に。私だって初めて実物見たよ。とにかくお前、お詫びを。まあ、分かればいいのだ。それより早く手続きするのだ。はい。まだ時間も早い。貴様、何かいい暇つぶしはないか？何なのだ、その弱気な返事は。何かあるであろう。貴様はよくここに来るのであろう。ブラブラなどしたことないのだ。よし、気合を入れてブラブラするのだ。どうした？さっさとブラブラするぞ。あそこに行列があるのだ。あれは何なのだ？たい焼き？焼き魚を売っておるのか？違うのか。焼いた鯛なら食べ飽きているのだが。
何なのだ。な、並ぶのか？このメイが？わかったのだ。並ぶのだ。タイの形をしているからたい焼きか。あんことは全然違うのだ。もっとこう滑らかで上品な舌触りでこんなに甘くないのだ。知れないのだ。そんなことないのだ。とっても、とっても美味しいのだ。並んだのだ。なのか。しかし庶民というのは、甘いもの一つ食べるにも並んだりして大変なものなのだな。うむ、同じたい焼きを食べるのでも、誰かとおしゃべりしながら並んで買って、こうして熱いうちに食べる方が美味しいのだ。
っているのだ。冗談なのだ。こうして並んで食べるから美味しいのだ。一人で食べても美味しくないのだ。メイ様、メイ様、柵の神なのだ。おお、もうこんな時間か。メイは予定があるのだ。仕方ないのだ。とにかく今日は。今日はありがとうなのだ。ここで看板を作るのだ。そういう作業は得意であろう。努力するがいいのだ。ではメイは知的労働に従事してくるのだ。はかどっておるか？そうか。では一休みするがいいのだ。どうしたのだ？埴輪のようなびっくり顔して。欲しくないのか？施しは伊集院家の美徳なのだ。毎年たくさんの慈善事業に。この作業は楽しいのか？であるか。レイが？
本当か？やってみるのだ。確かこうだったな。初めてに決まっているのだ。お抱えの大工たちはよく目にするのだ。安心するのだ。目に不可能はないのだ。せーの、したのだ。初めてにしてはあまりに華麗な動きに驚いたか。素直になるのだ。しかし釘というのは随分と柔らかい感触なのだな。なのだ。どうしたのだ。てえ、あ、それよりメイは口惜しいのだ。なぜこんな簡単なことができんのだ。でも口惜しいのだ。貴様だってさっきはあの山猿だって楽々とやっていたのだ。メイは あれ、どうかしたの？慌てちゃって。私は見てないけど、何かあったの？また何か問題起こしたのかな？
冗談冗談。そんなことより急いでるなら探すの手伝おうか。私がいると都合が悪いのかな。嘘嘘、よくわからないけど急いで探したら。ちょっと待つのだ。今忙しいのだ。終わったわけではない。キリがいいとこに行っただけなのだ。貴様もう帰ったと思ったが。であるか。あれから伊集院総合病院に直行したのだ。もう痛みもない。日本一のスタッフなのだ。いや、今日はもうやめておくのだ。うむ。ところで貴様、なぜここに戻ってきたのだ。
様ごときに心配されるとは、メイの価値も急落なのだ。でも、貴様には、その、感謝してるのだ。何度も言わないのだ。貴様は他の奴らとはちょっと違うのだ。メイの家柄とかメイの才能にひれ伏さないし、メイを他の庶民たちと同様に扱うし、そうなのだ。失礼極まりないのだ。こんな扱い初めてなのだ。ああ、もう貴様の感性の鈍さにはついていけんのだ。今は別に責めてるわけじゃないのだ。とにかく本当に初めてなのだ。今日はもう遅いのだ。帰るのだ。ではまた明日なのだ。手が離せないのだ。それどころではないのだ。ちょっとそこで待っているのだ。見つかった時は焦ったのだ。貴様にも礼を言うぞ。それなのだ。その分邪魔もしなかったのだ。貴様はからかい答えがあるのかないのか判断しかねるやつなのだ。無駄な会話を続ける暇はないのだ。目は急いでいるのだ。で、貴様は暇なのであろう。やはりそうか。運のいいやつなのだ。今
今日のパーティーに参加させてやるのだ。貴様には言ったつもりだったが、今日屋敷で行われるハロウィンの仮装パーティーのことなのだ。うむ、特別なのだ。心配しなくても大丈夫なのだ。メイが貴様にぴったりの衣装を用意するのだ。そうなのだ、楽しみにするがいいのだ。貴様にはうってつけなのだ。いいからさっさと着替えるのだ。おお、よく似合うぞ。では行くのだ。それにしても無色透明、存在感の希薄な貴様にはぴったりの扮装なのだ。だが、メイはちょっと用があるのだ。まあ、挨拶回りかな。それと、どうやら招かれざる客が迷い込んだようなのだ。見つけ出して成敗せねばならないのだ。こいつは いいのだ。まだそうと決まったわけではないのだ。誰だ。外いか。気にするな、入っていいぞ。
どうした？入ってこい。で、どうだった？なんだ、やはり話しづらいのだろう。だからそんな紛争はよすよう言ったのだ。無理に喋らんでいい。で、メイの待ち人は現れたのか。そうか、町人小塚か。かわいそう。忌まわしい掟と無縁なことがかえって残酷な現実を突きつけているわけか。あの子の悲しむ顔は見たくないな。外い、下がってよいぞ。お前もたまには楽しんでこい。僕のことは気にするな。もうしばらくこうしている。待ちぼうけはつらいもんだね。ほら早く行くのだ。そうか。
なんだ、貴様か。済んだが。メイはもう部屋に戻るのだ。今日が覚めたの。気分が悪いのだ。では適当に楽しむがいいのだ。では失礼するのだ。違うのだ。いいから黙ってついてくるのだ。ここなら誰もいないのだ。昨日は一晩考えたのだ。貴様は一体何なのだ？一体メイの何なのだ。それはどういう意味なのだ。ただ何なのだ。メイといて楽しいのか。そうなのか。鈍い俺だって何なのだ。そのことか。そんなにバカにされて嬉しいならもっと言ってやるのだ。鈍感、大バカ、単細胞、
様なんて嫌いなのだ。やつが、あの山猿が言っていたのだ。貴様はやつの子分で、メイとは仲良くしているふりしてるだけだとな。そうなのだ。その上、奴だけではないのだ。みんなメイの陰口を叩いて、学校の奴らは奴らで、みんなこれ見よがしに貴様の噂話をするし、貴様はメイの、メイだけの、なんでもないのだ。別に何でもないのだ。メイはもう行くのだ。今日のメイは変なのだ。忘れるのだ。明日からは普段のメイなのだ。言う通りにするのだ。まずは頼むのだ。手分けしてやるのだ。
なのだ。貴様も遅いなりに頑張ったのだ。礼を言うのだ。これで明日はなんとかなるのだ。さて、ところで貴様は一体何しに来たのだ？貴様は記憶中枢に欠陥があるかと思っておったが、つまらんことだけはよく覚えておるな。メイは明日を担う女なのだ。昨日のことなど。なんだ貴様、メイの話の腰を折るとはいい度胸なのだ。何をよそ見しておるのだ。なんだその牛とは、くだらん庶民の見るバラエティとかのネタか。ん？後ろ。パソコンが壊れるではないか。メイに向かってケチとは何事なのだ。伊集院家は代々ケチの天敵なのだ。大丈夫なのだ。貴様もやっぱり。貴様もやっぱり男なのだな。メイは気が動転して何もできなかったのだ。扱いには慣れておるが、マニュアルにない事故には対処できなかったのだ。役立たずなのだ。それはどういう意味なのだ？お互い様。ほっとした？うん。と
にかく礼を言うぞ。メイはまだやることがある。とにかく明日来るのだ。いいな？約束だぞ。
合わんぜ。お、そうなのか。はっきりするがいいのだ。貴様はこのメイ様と山猿のどちらを選ぶのだ。同じ質問してたってわけだね。いや、そ
ういうわけじゃないけど。あ、大体、おい、アカネ、お前は私の連れだろ。だったら私の。味方しろっていうのかい。ああ、そうだよ。お前だって、そのチビのことは、なりきん趣味の名のだやろうって言ってたじゃねえかよ。代々由緒正しい権力者なのだ。そこらの金持ちと一緒にするのは無礼なのだ。へっ、同じようなもんじゃ。大体お前はな。いい加減にしないよ。お、アカネ、お前から言ってやってくれよ。僕は二人に言ってるんだよ。いい加減にくだらない言い争いはやめた方が身のためだよ。身のためとはどういう意味なのだ？あ、もしかして、あ、あかね、何を慌てておるのだ貴様。それより一体どういう。二人まとめて僕が相手になるって意味だよ。本当だね。ああ、うん、嫌いなのだ。今日のところは貴様に命拾いさせてやるのだ。栗拾い？うん、ホムラ、何か言ったかい？いや、なんでもない。おい、今日はおとなしく帰るぜ。その方が良さそうなのだ。帰ったね。あん、お礼なんていいんだよ。あの二人には本当に困ったもんだね。まさか、たまたま通りかかったら、あの二人が一緒のところが目に入ったから、
こりゃなんかあるぞってね。ううん、今日はこれからバイトさ。本当に気にしなくていいよ。ホムラの大人げなさも伊集院の生意気さも勘に触っただけだからさ。僕あ、そうだ、いや別に奢ってもらうほどのことじゃないんだけどさ、もしその気があるなら僕と一緒にバイト先に行かないかい？じゃあどうせお金使う気だったんならさ、僕んとこで使ってほしいなってうんとサービスするからさ。おう、おはよう。今日も元気いいね。僕はそれだけが取り柄さ。それよりさ、お客を連れてきたんだ。ちょっと早いけど、いいよね。ああ、もちろんさ。おう、学校のお友達かい？さあ、こっちに座って待っててね。すまないね。もう少し時間かかるんだ。いやいや、大事なお客さんだからね。それに。いや、なんでもない。なんでもないんだ。ところで、君、前にも来たことあったよね。やっぱりそうだよね。ねえ、そりゃそうさ。あかねちゃんがすごく嬉しそうにしてたから、よく覚えてるよ。君が帰った後も鼻歌なんて歌ってたな。
そうそう、それに。いや、茜ちゃんにしては珍しくオーダーミスしたりしてね、上の空って感じだったんだよ。君たち付き合ってるのかい？そんなにムキにならないでよ。ちょっとからかっただけさ。ああ、すまんすまん。ついね。ところで、君、名前は何て言うんだい？ああ、やっぱり君がそうか。なるほど、聞いてた通り。日本一の鈍感くんな。わけだ。お待たせ。もうちょっとだけ待っててね。今おじちゃんにおいしいの作ってもらうからさ。ん？おじちゃんがどうかしたの？おじちゃん、おじちゃん。おじちゃん、どうしちゃったんだよ。おじちゃん、おじちゃん。軽い心臓発作だって。とりあえず心配はないって。持病なんだってさ。あと直接の原因は過労だってさ。おじちゃん働きすぎだったんだよ。しばらくは安静にしなきゃだって。大丈夫。僕ももう帰っていいって。おばちゃんが駆けつけてきたからさ。
店に戻らなくっちゃ。そのまんまで出てきちゃったし、着替えもしなくちゃ。うん、ありがとう。じゃあ、ちょっと待ってて。お待たせ。あ、それはもうちょっと時間かかりそうだから、なんだったらもう帰っていいよ。うん、でも大丈夫だよ。明日も使えるやつ多かったから。もったいないことしたのはほんのちょっとさ。そうだけど。何言ってるんだい。僕がいるじゃないか。この通りピンピンしてるんだし。あ、そうさ。おじちゃんだって店閉めてちゃんしんして休めないし、それに僕だって大変さ。大丈夫大丈夫。さては僕の料理の腕を知らないな。平気平気、僕は若いんだもん。それに営業は夕方だけにするし。ん？どうしたんだい？嬉しいんだ僕。それにすっごく助かると思うし。でも、でももうすぐ文化祭じゃないか。君にだっていろいろあるだろ、手伝いとか。何もできないのは僕だけで十分だよ。気持ちだけで幸せな気分だよ僕。それより時間があったら食べに来てね。さ、それじゃあ後片付けしなくっちゃ。もうちょっと待っててね。タンタトゥン、タンタトゥン、タンタタ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 。さあ、終わったよ。
かり遅くなっちゃったね。ああ、いいっていいって。遠回りになっちゃうじゃないか。僕は慣れてるからさ。うん、平気だよ。それよりさ、今日は本当にありがとうね。ううん、だっておじちゃんが倒れた時だって僕一人じゃ気が動転しちゃってどうしていいか分かんなかったよ。いや、本当なんだ。僕も変なとこ女の子なんだなって。それに比べて君男らしかったよ。ううん、いざっていう時に男気って出るもんなんだって父さんがよく言ってたの思い出したよ。うん、じゃあここでバイバイだね。あ、ありがとう。おやすみ。その前に買い出しに行かなくっちゃ。うん、そうだよ。それじゃあ急いでるからさ、僕。バイバイ。え、どうしたんだい？茜ちゃんの頑張りに免じて。おい、茜ちゃん、大将の具合はどうなの？あ、しばらく安静にしてれば平気だって。そうかい、近々見舞いにでも行かなくっちゃな。そんな気使わなくて平気だよ、忙しいんだし。それよりもうちょっと勉強してくれた方がおじちゃん元気出るな、きっと。まったく、かなわねえな、茜ちゃんには。兄さん、しっかり者のいい彼女持ったね。そんなんじゃないってば。
なんだ、おじさんの早とちりか。こりゃ失敬失敬。まったくもう。さあ、買い物済んだし、行こう。今日は随分得したよ。あ、慣れてるからね、僕は。商店街はみんな顔なじみだし、それにおじちゃんのお見舞い効果もあったしね。でも、ごめんよ。いや、その、八百屋のおじさん、変なこと言ってさ。迷惑じゃないのかい、君は。え、それってくれてありがとう。ごちそうするから少し待ってて。
本当に？うん、ありがとう。嬉しいよ、僕。本当はちょっと不安だったんだ。できたね。じゃあのれん出すよ。さあ回転だ。いらっしゃいませ。カツ丼ください。はい、カツ丼お待たせ。くださいよ。はい、いらっしゃいませ。ラーメンお待たせ。ラーメンください。はい、ラーメンお待たせ。いらっしゃいませ。カツ丼を頼む。はい、いらっしゃいませ。カツ丼お待たせ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。日替わり定食ください。日替わり定食お待たせ。ごちそうさま。カレーください。はい、いらっしゃいませ。カレーください。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。カレーお待たせ。ごちそうさま。日替わり定食を頼む。はい、忙しい忙しい。日替わり定食お待たせ。すごいじゃないか。ごちそうさまでした。いらっしゃいませ。あともう少しで終わりよ。ありがとうございました。カレーちょうだい。はい、うん、うまかったよ。カレーお待たせ。すごいじゃないか。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさん。ありがとうございました。ごちそうさま。ありがとうございました。あー、忙しい忙しい。わー、忙しい忙しい。上がりだよ。うん、うまかったよ。頑張ってるね。ありがとう。助かるよ、ほんと。いらっしゃいませ。日替わり定食ください。はい、日替わり定食お待たせ。うな丼くださいね。はい、うな丼お待たせ。いらっしゃいませ。日替わり定食ください。はい、日替わり定食お待たせ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ラーメンください。はい、お疲れ様。本当にありがとう。助かったよ。あれ？どうしたの？疲れちゃった？元気ないよ。あ、そっか。いっけな。何にも食べてないんだよね。待ってて。今作るから。お待ちだ。
余り物で悪いんだけどさ、せめてもの気持ちさ。さ、召し上がれ。どうしたの？箸が出ないけど。そんなことない。気にしないで。さ、召し上がれ。正直ないい人だなって、嘘つけない人だなって実感するような食べ方だよ。よくわかんないけど、とにかくそんな感じがするってことさ。本当にありがとう。バイバイ。